気ないみたいだけど。そういえば、昨日からたかしの様子がおかしいんだけど、シーナちゃん、何か知らない？葵ちゃん？何も聞いてないわよ。Thank you.
ことばかり考えちゃうですか？シーナは必ずカリンが幸せにしてみせますの。なんかシーナ、そんなこと言ってばかりですよ。そうですか？
これを聞かなきゃ一日が始まらないってくらいとっておきのネタなんだから。これもすべてゆりゆりだからこそ分かったものばかり。ためになる情報を聞かずに一日を過ごすつもり？学校に入る前からずっと隣で喋ってたでしょ？少しは聞いてくれてもいいじゃん。ひどい。いくらゆりなんだ？シーナが女の子泣かしてるって？長谷川くん、ゆりゆりがかわいそうでしょ？聞いてあげなさいよ。
シーナの邪魔しちゃダメですの。だからカリン一人で買い物に行くです。私帰るね。シーナ、今日はありがとう。ちゃんと荷物ぐらい持ってあげなさいよ。バイバイ。ありがとうです。Thank you.
束したですから、シーナから寂しさをなくしてあげるって。シーナ、今日用事あるか？いや、久しぶりに俺の家に来ないか？いや、そうだな。安心しろ。今日は親父もおふくろも一緒に出かけてるから、帰ってくるのは遅いんだ。顔に出てんだよ。よし、じゃあ行こうぜ。おかえり。あら。
珍しいわね、チーナちゃんが家に来てくれるなんて。チーナちゃん、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。今日のお夕飯どうしようかしら。でもかりんちゃんがいるから包めるものがいいわよね。早速買い物に行ってこなくっちゃ。何の用もないぞ。とりあえずテレビでも見るか。双葉ちゃんがいなくなってからこうして二人でいることもすっかりなくなったしな。シーナ、俺に何か話したいことがあるんじゃないか？無理だよ。そう都合よく行くわけねえだろ。サバちゃんがいた時とは何もかも違ってるんだよ。あの頃は何もかもがうまく鞘に収まってた。でも今は双葉ちゃんがいなくなったことでそのバランスみたいなものが崩れたんだ。俺だってあの頃に戻れればって思ってるさ。でもそれはただの甘えでしかないんだよ。
シーナが俺や千夏を仲直りさせたい気持ちはわかる。でも今の俺たちじゃ簡単に解決できなくなってるんだ。それだけ俺たちも変わりつつあるってことなんだよ。だから悪いが、今はまだ何とも言えない。千夏の気持ちだってあるし、俺だって。態度で出るからね。たかしのことだったら別に椎名が気にすることじゃないから。別に椎名が謝ることなんかないよ。
ないよ。一人ぼっちにだけは絶対にさせない。たとえ私だけになっても絶対に。それに椎名が一人ぼっちだとただのネクラ少年になっちゃうもんね。言った通りよ。でもね、私はもっと甘えていいと思うよ。たかしにも私にも。だってそれは私たちが双葉からお願いされたことなんだもん。椎名のことよろしくって。私も帰るね。